皆さんこんにちは、電話アーティストのあゆこです。本日は2月の15日になります。さて、明日新月を迎えるわけなんですけれども、ということで、今日は最終日でございます。旧暦で言うと12月の31日に当たる日ですね。まあ大晦日とは言えないかもしれないんですけれども、旧暦で言うと明日から新年を迎える、明けて、おめでとうございますの日を迎える前の日です。まあ、そんな日に、皆さんに、お伝えしたいことは、行っていてほしいパワースポットについてのお話をしたいと思うんですけれども、まあ、今日ね、行けなかったとしても、ちょっとこう新年またなっても構いませんので、この2017年の総仕上げという意味も込めまして、まあ、去年ですね、まあ、約2年間なんですけれども、弁天様、弁財天とかっていうところをずっと追いかけてくださいねっていうことを私はお伝えしてました。なので、まあ、今年から、ちょっとまたテーマが変わってますけれども、まあ、最後ですね、総仕上げという意味におきまして、お近く の、 弁財天、弁天社、ね、どちらでも、構いません。お寺の場合は、弁財天で、神社の場合は弁財社、弁財天社という、ね、言い方が変わってますけれども、同じことを指します。で、意外とね、皆さんね、気づいてない方も多いかと思うんですけど、少し大きめの神社とかお寺だと入り口付近にね必ずあります。ありますので、そちらの方に行っていただいて、まずその弁天さんのところに行っていただきまして、メインのお参りしていただきたいな、と思います。まあ、それをしといていただくだけで、今年ですね、明日から明けて の、 心の新年ですね、これを迎えてすっきりと、次のステップに行っていただけますので、ぜひ総仕上げで、弁天様、弁財天社、そういうところにちょっと出向いていただきたいなと思っています。もうなかなか皆さんね、最近アクティブになってきてますので、まあ、こういう情報を出した途端に、あ、じゃあ行っとこうみたいな感じでね、さっと行かれる方やっぱり増えてまして、私の周りには。でね、聞いたらさっと動こうって思われてる方っていうのは、まあ数ヶ月後には本当にご自身の願い事っていうのは叶っちゃってるっていうことがやっぱりね、たくさん今年はね、私見えましたので、自信を持って、まあ、今日ビビッと来て、まあ、今日の今日ですけれども、動こうと思われる方は早速動いてみてください。そして、まあ、すっきりとした気持ちで、明日からの新年を迎えていただきたいなと思っております。それでは今日の天運カラーと天運ナンバーなんですが、今日は茶色、色は茶色、そして数字は2です。やっぱり 浄化の加減の月からこの新月に向かうタイミングですから、このラストの日も茶色という色が来てますけれども、これも大地の色ですね。今日はそういうイメージ、こう壮大な地面の色をイメージしていただいて、まあ、ちょっと寒いですけれども、まあ、土にね、足の裏つけれるようなところにいらっしゃる方はちょっと寒いですけど、つけてみたりとか、あと茶色い食べ物を食べていただいたりですとか、まあ、そういうことを意識していただいて、体の方もすっきりしてさせていただきたいなと思っております。ということで、また明日からも新たな気持ちであのチャンネルをお届けしたいと思います。天運アーティスト、あゆこでした。